嬉しいコラボが実現しました。一方は数々の賞を総なめにしてきたラップ界のカリスマ、もう一方は長崎を起点に広島、そして全国、全世界に核兵器廃絶、平和への活動を展開、ノーベル賞候補にも連続でノミネートされている日本の高校生グループ、ニューヨークから始まったヒップホップ、その原点はピース、ユニティ、ラブ、ハビングファン、平和に団結し愛し合って楽しむことだと聞きました。この精神に忠実に社会貢献活動に参画するレジェンドラッパー、一方平和を志向し署名を通じ人々の良心を覚醒させている若きグループ、彼らの思いは心の交流で強く共鳴し、命を守りゆく新たな価値を生み出していくに違いありません。明日への扉、命のラジオプラス。皆さんご機嫌いかがですか？川島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。毎月第1週目と2週目にお送りしています。今回は平和を目指し希望と勇気を発信している方々を紹介いたします。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フースの提供でお送りします。先週に引き続きラップ界のカリスマ新平太さん、そして高校生平和大使に携わられる平野さん、大熊さんのお二人にお越しいただきました。皆さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは改めて新平太さんのプロフィールをご紹介いたします。埼玉県狭山市のご出身、フリースタイルラップ、いわゆる即興のラップバトルの立役者です。日本最大規模のラップバトルで実に2連覇を達成するなど、数々の大会で優勝、さらにテレビで放映されたフリースタイルダンジョンでは史上初の完全制覇を達成、一流のラッパーも日本一頭の回転が速いと舌を巻くほどのラップ界のカリスマです。さらにフリースタイルの伝道師として内閣府や企業等と組み、全国各地でラップ講座を開催されていらっしゃいます。日本語ラップを通じての子どもを対象とした自己啓発など社会貢献を意識した普及活動を行っています。続いて高校生平和大使についてご紹介します。1998年に長崎市で開始された日本の高校生による平和運動、核兵器廃絶と平和な世界の実現を求め、広島長崎の声を世界に届ける目的で高校生1万人署名活動などを行い、毎年夏のジュネーブ軍縮会議に合わせて代表を派遣しています。その活動は広く世界に知られ、2018年からは毎年ノーベル平和賞の候補にノミネートされています。一人一人の力は微力だが無力ではないがスローガンです。今日代表で来ていただいたお二人をご紹介します。平野信人さん、1946年長崎市のご出身、被爆2世として平和への活動を続け、24年前に高校生平和大使を創設されました。以来署名集めなどに関わった高校生は実に5000人を超えます。そして大熊優香さん、長崎市のご出身です。第23代高校生平和大使として全国の運動を牽引されました。今年3月に高校を卒業し、まもなく韓国に留学される予定です。平野さん、大熊さん、今日もはるばる長崎から東京のスタジオまで本当にありがとうございます。それではですね、前回平野さん、大熊さんの活動についてもお話を伺って、そして日本屈指のラッパーである新平太さんに即興のフリースタイルラップをご披露いただきました。はい、本当に、まだまだこのなんていうんですかね、余韻が冷めない感じだと思うんですけど、はい、どうでしたかね、改めて。いや、
本当にすごくかっこよくて、もうこれからもっとフリースタイルラップの動画とか見たいし、はい、大会とかも見に行ってみたいなっていうふうに強く思いました。本当ですか？本当です、本当です、そうでしょう。大会はだってものすごい、そうですね、なんかずっと、うん、なんだろう、汗ずっと汗かいてそうな、もうカロリーをめちゃめちゃ消費しそうですよ、うん、脳からも体全身から。なかなかまあ大変ですよね。そうですね、熱と熱のぶつかり合いな感じがするんですけど、新ペタさんはですね、今学校や会社に出向いてラップ講座を展開されていますけども、はい、あの詳しく教えていただけますでしょうか？まあ、ラップ講座というか、まあ、簡単なラップの作り方、はい、まあ、1時間ぐらい、まあ、ヒップホップの歴史、どこで生まれて、はい、どういう風な人たちが始めて、はい、っていう話をさせてもらって、でそこからまあ簡単にラップの作り方を説明して、うん、まあ、自己紹介ラップっていうか、一番最初は自分が誰なのかを話すのが一番やりやすいと思うんで、うん、そのまあメソッドじゃないですけど、うん、はい、その話をしてやってもらうっていうみたいな流れですかね、はい、あの企業の方々にもこの講座を開かれてるんですか？そうです、なんか研修とかでやらせてもらったりとか、そうなんですね。もっともっとこのラップについて知りたいなっていうのを、新ペタさんのラップを聞くとすごく感じるんですけど、まあ、本当にあの脳のトレーニングもにもなるでしょうし、はい、想像力、表現力、あとまあ語彙力もそうだと思うんですけど、あとセンスみたいなもの、全部こう豊かになっていけそうなんですけど、私たち平野さん、大熊さんも含めて、うん、あの皆様に、ラジオのリスナーの皆様にも、あのラップ講座の導入部分だけでも結構なるので、何かちょっとお聞かせ。導入部分、はい、まあ、自己紹介のラップを作るっていうのが自己紹介、はい、で一番最初はまず名前、はい、例えば僕だったら俺の名前は新平太、みんなそれぞれ名前あるじゃないですか、はい、私の名前はノブト、あ、ノブト、呼び出ちゃう、宮野さんはノブトさんですもんね、でもいいし、はい、うん、みんなそれぞれ名前があって、はい、まず一応そう、うん、これはあのメモしてでもいいってことですか？もちろんもちろん、あ、なるほど。ラップって別にあのフリースタイルだけじゃないんで、はい、普通の歌のラップとかみんな書くんで、あ、ま、書いて全然、はい、その場で書いて大丈夫ってことなんですね、はい、私の名前は川島愛とか、はい、で次に僕らはレペゼンって言って、レペゼン、まあ、どこから来たのか、あ、レプリゼントするっていう意味なんですけど、はい、どこどこの代表であるっていう意識、あ、で僕だったらレペゼンは埼玉の狭山、あ、みんなこう出身とか地元とか住んでる生まれたところとか、はい、じゃあそれだったらまあ高校生平和大使とか、うん、はいはい、でもいいわけだし、自分が代表であるところでも OK ってことですね、はいはい、でまあ3つ目に、はい、趣味とか特技あー、なるほど、はい、自分のもうそれ完全なる別にプライベートで、プライベートでまあ何か、はい、まあ、自分のことを知ってもらうのが目的なんで、まあ、名前知ってもらってどっから来て何が好きでっていうのが確かに大事なのかなっていう、はいはい、これキーワードになりますね、確かに、うん、でそれを自己紹介つなげていくと、例えば僕だったら俺の名前は新ペーター、はい、ルペゼンは埼玉の狭山、趣味も特技もフリースタイルとかなっていくんですよ。でなんかラップ無理にしようとしなくて、ビートに合わせて軽くお話しするみたいな感じで、はい、なるほど、3つ目書きました、はい、で4つ目が夢ですね。あ、 夢とか目標、そこまでいくとやっぱこうなかなか聞くことってないじゃないですか、はい、そうですね、でもなんかそれが分かると、はい、しかも自分自身への問いかけにもなりますね。そうですね、すごく自分を顧みて、ま、自分を見つめないと結構できないんで、ラップって、あ、そうなんですね、はい、でそれをつないでいくと、はい、そうするととりあえず4小節って言って、あ、出来上がるってことですか？そうですね、でもそれをこう増やしていくんですけど、あ、まあ、まずとりあえず名前、はい、レペゼン、はい、趣味特技夢みたいな、
まずそれを書いて声に出して歌うみたいな、ま、4つで OK ってことなんですか、はい、でこれにまあ1行ずつ足していくっていうか、俺の名前はシンペーターだったら、そのシンペーターってどういう人なんですかって、はい、私の名前は川島愛、はい、川島愛ってどういう人なんですかっていう説明をもう一小節していく。でその中でできれば韻を踏む、ラップって韻を踏みながら自分の説明をしていくみたいなゲームなんで、はい、っていう風に教えていきますね。どうですか平野さん、奥間さん書けましたか？はい、あ、じゃあ平野さん、はい、どうですかね、さすがに平野さんにやらしてやっていただけるんですか？いやいやいいですちょっと難しいですね、うん、私も難しいです、ね、いやお題を出すのはできますけど、まあ、そうやって書いてって、はい、っていうのをやってますね。なるほど。いや私には道への遭遇という感じで、はい、なんか丁寧に教えてやれば誰でもできますよ、はい、今ちょっとね、うん、そんな時間も音もないんで難しいけど、っていうのはですね、はい、私たちの運動は結構硬い運動っていうふうに言われてて、はい、その発信っていうのが難しいんですよね、はい、だからそういう発信力が、まあ、こう非常にこうなんか固定化してるっていうか、まあ、そういう意味で今日は本当あの目が覚めるような思いをしてですね、はい、あこういう発信もあるのかというのを気づかされましたね、はい、ラップにしたりしたら、はいはい、伝わることって多いん で、 で、ね、なんか向いてるかもしれないですね。勉強になりました本当にね。奥間さんどうですか、どんなワードが書けましたなんかちょっと気になりますね。韻を踏むっていうのはすごくなんか難しい、まあ、いきなりは絶対無理だ、ね、その2フレーズ目3フレーズ目とかなってくるとやっぱ韻が必要になってくるんですか？韻を踏めたらいいですよね。韻を踏むだけが目的じゃないですけど、韻を踏むのが目的じゃなくて自分のことを分かってもらうのが目的なんで、まあ、だから 1,2,3,4 で書いた私の名前はほにゃらら、レペゼンはどこどこ、趣味や特技は何々、うん、夢は何々っていうのにもう一行、うん、なんていうんですかね、俳句で言った上の句と下の句みたいにして、はい、もう一行ずつ足していくと8小節っていうラップになりますよっていう、うんうんうん、なるほど。どうですか奥間さん、趣味と特技、趣味と特技浮かびました？浮かばないです。何でもいいですけどね、うん、趣味と特技、もうなんか人生のやっぱり今全てをなんというかこの活動に考えてというかそういう動きしてますか毎日？だって留学もするんですもんね。今ちょうど留学の準備中で、あ結構もう本当に間もなくって感じなんですか？5月末から行くので、はい、今そうなんですね、ビザを申請しに行こうとしてるところで、はい、じゃあもうそのことで頭いっぱいになってそうですねいろんな準備が。どのくらい行くって決まってるんですか留学は？語学大学まで行きたいなっていうふうに思ってるんですけど、はい、まず語学学校に1年半通って、うん、でそこから大学に合格したらあとさらに4年間になるかなっていう、はい、韓国にそもそも興味があったんですか？最初に韓国に興味を持ったのがあのこの活動がこの平和大使の活動がきっかけだったんですけど、はい、その韓国派遣の高校生平和大使っていうのがあの大使もいまして、でそれで韓国に行った時にこう自分が今まで韓国ってこういう国だとかこういうことが起きてる国だと思ってたのと実際自分が目にした韓国っていうのにすごくギャップがあって、はい、でそれでもっとこの国のことを知りたいしこの国と日本の関係のことももっと知りたいなっていうふうに思ったのがきっかけで、はい、留学を決めました。ちょっとあの新平太さんにこのラップの、まあ、自己紹介講座をですねちょっと教えていただいたんですけど、はい、YouTube とかでこの講座見ることは可能なんですかね？はい、YouTube そうですね、 YouTube にあるのかな、まあ、でも簡単なラップの作り方とかは説明してるのがあると思うんで、はい、そうですね、リスナーの皆さんもあの気になった方はぜひ検索いただければと思いますね。さらに詳細がお分かりいただけるかと思います。新平太さんのラップ講座ですね。ちょっとですねお三方にすごくメッセージ性のあるお話をお伺いできたらなと思うんですけど、今あのコロナに加えてあのウクライナの情勢もありまして
本当に世の中がいろんな不安に包まれていると思うんですけど、お三方がそれぞれ思うメッセージをいただけたらなと思うんですけど、新平田さんどうですかね。メッセージ、まあでもしょうがないですからね。なんか僕らにどうにかできることってすごい少ないじゃないですか、はい、なのでその中でも、塞ぎ込まないように、自分のできることに向き合ったり、まあ、いろんなシチュエーションの人がいると思うんで簡単なことは言えないですけど、はい、でとりあえず生きていかなきゃいけないわけで、そうですね、はい、頑張りましょうぐらいしか言えないですよね僕も頑張るし、でそうですね、いろんなことが思い通りにいかない世の中だし、はい、それは何が起きても共通してる部分ですよね。そうですね、やっぱり多分生きていかないとっていう、そこは忘れずに、じゃあ何ができるだろうっていうことですよね、それをやっていくしかないじゃないですか、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。それでは平野さん、はい、お伺いできますかね。まあ、ウクライナの情勢を踏まえてですね、本当に暗澹たる気持ちに今なっています、はい、で自分たちのやってきたことは何だったのだろうかという、まあ、そういう気持ちにもなるんですね、はい、だけどだからといって、前進を止めないというか、ぶれないというか、はい、それが、まあ、大切かなというふうに思って、まさに今こそ微力だけど無力ではないということが問われているかなと自分に言い聞かせています、はいはい、とにかく平和が一番というふうに思うので、なんとか世界の平和をね取り戻してほしいなという気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございます。それでは最後に一番お若い大熊さんにちょっとぜひメッセージを聞かせいただけたらなと思うんですけど、そうです、まあ、ニュースとかでこう戦争が始まった、その軍事侵攻が始まったっていうニュースを見て、もう高校生たちは、はい、もう本当に衝撃を受けて、始まってしまったら私たちって本当に何もできないなっていうふうに思ったんですけれども、はい、まあ、こういう状況だからこそこういかなる時でもこう戦争という手段はダメだよねっていうふうに、まあ、みんなで話して、はい、まあ、これからもそういうメッセージをこう発信し続けていきたいというふうに思っていますし、はい、その私たちはずっとこういうことが起きないようにしようって言って活動してきたんですけれども、うん、はい、こう目に見える形でその核の脅威だったりだとか、こう戦争でたくさんの人が傷ついていくところをこう、まあ、テレビ越しだったりもするんですけれども、見て多くの人がこの平和についてとか戦争について考えるきっかけになっていて、まあ、少しちょっと皮肉な部分もあるんですけれども、はい、まあ、日本からメッセージを発信していきたいですし、海外にもつながっている高校生たちがいるので、はい、まあ、その高校生たちとも連帯しながら、まあ、これからもこう活動に向き合っていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと何度も本当にすいません、最後に高校生平和大使にまつわるお題をお二人から平野さん大熊さんからいただいて、新平田さんに即興のフリースタイルラップをお願いしたいです。すごい、そんなテンションじゃなかったでしょ。なんか、はい、なんですかね、はい、すみません、ぜひお聞かせ、はい、すみませんって言われるあれじゃないですけどラップでイエーイっていう感じじゃなかったですけどね今空気も本当に素晴らしいメッセージを、はい、発信していただけるので、ラップでぜひそのラップで締めていただけたらなと思うんですが、では平野さん大熊さんそれぞれ2つの言葉お題をいただけますかね。はい、今考えたことなんですが、はい、まあ、やはりこう未来という、未来、見通せないんですけど、はい、未来をどう
ていう言葉はですねやっぱり大切かなと思って、はい、あの思いつきました、はい、もう一つはですね、はい、マグロっていうことを思い出したんですけど、はい、私はあのそのコロナの前はですね、はい、やはりこう運動が全国に広がったので、はい、その全国を駆け回ってて、まあ、マグロのように、動き回ってたので、はい、止まると死んじゃうということですよね。止まると死んじゃうと、はい、いうことでマグロという言葉を思い出しました。未来とマグロですね平野さんは。では、大隈さんどうでしょうか。じゃあ私たちの活動の大きな目標でもある、はい、まあ、核兵器廃絶っていう言葉と、はい、あとこの私たちのこう長崎で始まったこの活動が今年で25周年なので、はい、25周年っていう言葉も一緒に入れていただけたらなと思います。難しいですね、核兵器廃絶と25周年ってことですね。はい、なるほど、未来とマグロと核兵器廃絶と25周年というそのお題を未来とマグロと核兵器廃絶と25周年はい、いただきました。はい、はい、わかりました。もう大丈夫なんですか。はい、やっちゃいましょう。ちょっと脅威ですねではビートの方ですかね。はい、よろしくお願いします。今何が大切、一番は核兵器廃絶、そのために問題を解決するために進んでく。マグロみたいに回遊魚、このまんまじゃ地球は最終章、もうない猶予。どこまで行くのか見えない時代、それ切り開く未来。 Yo 暗い未来なんて意味ない、見たいと思ってる人はいない。25年続けてきた活動、それをさらに倍続ける覚悟。その時地球どうなってるだろう、至急みんなに聞きたいが、今できることは何、考えて前を向いて生きてくだけだよな。ピース、はあ、すごい、すいません、ありがとうございます。本当に素晴らしい。もうなんかこれを高校生平和大使のなんていうんですかね、 PR 音楽っていうか PR ラップとしてなんか表現してったらいいんじゃないかってその時は作った方がいいですよ作り方をしているの思っちゃいました。本当に素敵な、本当に素晴らしいメッセージを、ありがとうございます。はい、本当にありがとうございました。そして平野さん、大隈さんも遠路はるばる長崎からお越しいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。明日への扉、命のラジオプラス。明日への扉、命のラジオプラス。今日はラッパーの新平太さん、高校生平和大使に携わる平野さん、大隈さんにゲストに来ていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。やはり新平太さんのラップはもう最高でしたね。本当に感動でも初心者の方も何度もトライしていけばこう楽しんで自己表現ができるんじゃないかなって思いましたね。そして平和への活動を本当に世代を超えて団結してやっていらっしゃる平野さん、大隈さんをお迎えしてお話伺ったんですけども、本当にお二人を見ていると目的とかこう志が同じならば分かり合えるだろうなってすごく思ったんですけど、これからも多くの方にこの高校生平和大使の活動が届いてほしいなと願っております。そしてここで皆さんにいただいたメールをご紹介します。宮地美恵子さんからいただきました。世界の平和安穏を祈ります。一日も早く希望の光が差しますように。そうですね、本当に世界中が今すごく不安だったり困難な状況に置かれていて、なんかこう霧のようになってしまっているんですけど、一日も早く世界中の皆さんがこう安心して眠れる日が訪れたらなっていうことを本当に私も考えてしまいますね。
そしてハンドルネームハワハワさんからいただいています。ラジオ局へのメッセージ、おそらく30年以上ぶりです。サヘルさんの声が聞きたくて、そしてサヘルさんの本を日本語教室の副教材にも使ってみたいと思って、そのことをサヘルさんにお伝えしたいと思いました。サヘルさんの花束のプレゼントは、毎日私を癒してくれるけど、授業で使ったら日本に留学して疲れている生徒たちにもとてもいいと思うからです。あ、なるほど、日本語教室の教科書教材にしてくださってるってことなんですかね。先生なんですかね、この方は。いや、素晴らしいですね。もうサヘルさんの活動は本当にどんどん広がっていますね。これから未来を生きていく子どもたちにもですね、絶対に希望につながるメッセージが、たくさん入って溢れていると思いますので、サヘル・ローズさんの本もですね、著書もよろしかったら皆さん手に取っていただけたらと思います。メッセージありがとうございます。今回ですね、シンペタさんの著書を抽選で5名の方にプレゼントします。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方には1000円分のクオカードをお送りします。これから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580、 650-8580、ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 ラジオ関西、明日への扉、命のラジオプラス係まで。そしてメールは asu@jocr.jp、 asu@jocr.jp、 as@jocr.jp まで。また番組ツイッターからも投稿できます。明日への扉、命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもよろしくお願いします。また YouTube、ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。次回も素晴らしいゲストをお迎えしてお送りします。それでは皆さん、来月第1週目のこの時間にお会いしましょう。ごきげんよう。お相手は川島愛でした。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フーズの提供でお送りしました。